ラジオで私が歌ってる曲さ、友達がオーディションとかカラオケで歌ってたのを採用することあるんだけど、うん、歌詞のほんの一部でも覚えてれば検索できるから便利だよね。ええ時代になったもんやで。後から、あ、これアニメソングだったんだって知って驚くことない？ああ、ないこともないけど、よく考えたら、声優家の友達が歌う曲なんてどれもアニソンだわね。うふ、まあ、そうかもね。友達が歌った中で印象的なのある？まあやっぱり、クラスで二股かけられた女子が、オーディションで歌ってる最中に泣き崩れたトライアングラーとか。ああ、三角関係の曲だね。あとカラオケで男子たちがノリノリで歌ってた。でもそんなんじゃダメってやつ。なんだろう？わあ、ね、化け物語ってアニメのキャラクターソングで、恋愛サーキュレーションっちゅう曲らしいね。ああ、そうそうそう、それそれ。なんか可愛らしいっぽい歌なんだろうけど、みんなして絵に描いたようなキモオタな感じで合唱してて狂気だったぜ。でもそういうノリも楽しいよね。悪ノリ。カラオケなんてもう何歌っても毛嫌いなく盛り上がるし、オタク友達っていいもんだ。オタク万歳！万歳！わーい！うっし、それじゃあ始めます。キリタンズのロケットエンバシー。チュワチュワ東北キリタンです。チュワチュワ小春立花です。チュワチュワキサラギツイナです。チュワチュワわぁ、明かりそう2回目のゲストだ。イエイイエイ、こんにちは。一応これガールズラジオって聞いてんねんけど、明かりそうって女の子やったんやね。わぁ、わかんない。そっか、まあまあ些細な問題ですよ。早速今日の1通目読みます。はい。クルーネームほのかなさん、ありがとうございます。皆様どうも。先日オーバードーズで救急搬送、入院しました。すぐ退院したのでご心配なく。オーバードーズって薬物の過剰摂取のことだね。ほんでその時に見た夢についてです。動画サイトだと熱出た時に見る夢なんてタグがありますけど、まんまあんな感じです。誇張抜きであんな感じでした。あのタグ、おふざけじゃなくて結構現実的なのかもしれないです。ということで夢の内容は謎のままなお便りでした。結局どんな夢やったんやろ。熱の時とかしんどい時って悪夢を見ることが多いっぽいね。怖っ。景色がぐにゃんぐにゃんだったり、何かに襲われたり、そういう内容ってのは小耳に挟んだことあるぜ。夢って未解明なことだらけやけど、そん時の精神状況を表してるとはよく言うしな。キリタンもいじめと虐待の日々を送ってた時は、毎晩のように薄暗い下水道で何かから必死に逃げる夢ばっか見たし、去年落ちんだキリタンの父親は一度目の手術で一命を取り留めた時に、自分の寝てるベッドが空高いレールの上を流れていて、もし落ちたら現実でも死ぬってはっきり分かったって言ってたし、夢ってやっぱ何かしらメッセージ性あるんだろうね。わあ、体調くらいしか共通点のない人たちが似たような夢を見るんだし、本当に不思議だよね。科学で証明できひんのが憎いで。ここで科学で証明できない存在にインタビュー。明かりそう、最近見た夢の内容何か覚えてる？わあ、ワールドイズマイン。スケールでっかい子やね。ういういお次は？はい、クルーネームおじいさん、ありがとうございます。このお便りを読んでいただけているのは10月下旬頃かと思われます。すげえ当たってる。待たせてごめんね。忙しいのに加えてアーマードコアも上げてるからね。竹縄。私は現在フリーターでありますが、己でこの道を選びました。就活の時企業様から内定をいただきましたが、私は自分が本当にやりたいことを見つけ辞退しました。その時はとても胸が苦しかったことを覚えています。さて、11月には私がやりたかったことに挑戦するためクラウドファンディングを始めます。わあ、異端児だと思われますが、私はキャリアを積む人生よりも自分の好きなことができる人生の方が幸せだと考えています。もし就活で悩んでいる人がいるのなら、この言葉が少しでも力になれば幸いです。ありがとうございました。立花推しです。ありがとうございます。立花ちゃん気抜いてたでしょ。まったりお便り聞いてたの？
いやー、行動力あるね、おじいさん。わお、クラウドファンディングか。どないなバイロになるんやろな。ついなちゃん、ついなちゃん、クラウドファンディングって合成音声限定の募金じゃないからね。え、そやったんか。いやでも本当にボイロに参戦してくるかもしれないよ。確かに可能性は残ってるね。まあ夢にまっすぐ生きるのって難しいもんやけど、そんだけやりたいことなんやろし、こら応援せな。うん、募金を募るってことは大きいお金が必要なことなんだよね。本当何するんだろ。月面着陸なんぼかかる思ってんねん。ワールドツアー、あーなんかそういう目的なら聞いたことある気がする。そういうは夢があってへんね。起業のためとかチャレンジの費用とか手術のためとか、人によっていろいろと理由は違うけど、大きな一歩を踏み出すためにクラウドファンディングってきっといいものなんだろうね。せやな。一度きりの人生、できれば悔いなくしたいもんね。何が始まるかはわからないけど頑張ってください。そうやで。ではでは一曲お聴きください。東北キリタンで盗聴者たち。僕らはただ見上げてるだけじゃない。また一人やってくる。僕らは信じるというザイルだけ強く握りしめて、今手を伸ばすのさ。未来の位置を示す光さえ見つけたら、だってなんかもういらない。走れよ走れよ僕の勇気たち、届けよ届けよあの空まで。君と僕の道が交わるその場所へ、ただ一つの答え掴み取れる場所へ。クルーネームメンタコスさん、ありがとうございます。人生初普通歌です。僕は少しいろいろあり高校へ通えてない岩手県沿岸在住の高校生、かっこみことちゃん大好きかっことじです。電話つなぐ。あれね、びっくりすんねん。不登校の原因なんですが、家庭教師です。学校から帰ればすぐに2時間勉強、学校での疲れもあってうとうとすればすごい剣幕で怒鳴られ1時間延長。おお。テストの時期にはさらにピリピリして、同じ問題でつまずけば、君全然勉強できないね、もうそういう病気なんじゃないの、とまで言われてしまいました。僕はどんどん塞ぎ込み、とうとう体を壊し2週間の入院。家庭教師は辞めたのですが、フラッシュバックが続き、精神的にも参ってしまいました。今は自分なりにやりたいことを探しつつ頑張って生きながら、みことちゃんに脳を焼かれてます。そうだ、せっかくなので岩手県は大船渡の美味しいお店、キャッセンというところにある中華料理店、どんぐりのチャーハンがおすすめです。長文失礼しました。キャッセン大船渡はいろんなお店が集まった商業施設だね。イベント会場としてもよく使われてて賑やかな場所ですな。地元の人にはおなじみの場所やで。それにしても精神的に相当追い込まれるくらいまで、家庭教師から罵倒とか差別発言を言われ続けたのか。うわぁ、1対1で逃げ場もないもんな。学校でさ、6時間とか授業を受けて、それから2時間また勉強、そりゃあ眠くなるって。またそういう怖い人が常に隣にいるんだから、相当なストレスだったと思うよ。わぁ、ほんまよう入院するほどまで耐えたな。すごいで。学生ってさ、放課後やりたいこといろいろあるよね。友達と買い食いしたり、カラオケ行ったり、一生懸命部活動やったりさ。ああそうだよね、勉強も大事っちゃ大事だけど、そういうのだって学生ならではのイベントだよね。わかる、そういうの全部我慢して常に怖い人の見てるとこでお勉強、辛かったろうな。
え？お？わ？あれ、あかりそう今普通に喋った。喋ってないよ。なんや気のせいか。この子はしか言えないもんね。あ、つながったつながった。なんぞ。ミクトちゃんに電話。もしもし？すごい。リッカちゃんの声が聞こえる。これはスマホって言ってね。あの？電波を飛ばして通話できるの。薄いのに高性能だ。もしもし、ミコトちゃん。あ、はいはい。今ね、私たちラジオでおしゃべりしてて、ミコトちゃんが好きな人からお便り届いてるんだけど、その人に向けて何か一言お願いできない？ね、私のこと好いてくれてありがとう。これからどんどん寒くなるけど、秋は美味しい食べ物がいっぱいだから、栄養をつけて一緒に乗り切ろうね。姫ちゃんよりもアドリブ強いぞ。意外な一面やで。ありがとう、じゃあね。じゃあね。みことちゃんも言ってたけど、この時期は急に寒くなったりして、自律神経とか性癖とか狂いがちだし、性癖？無理のないようにまったり過ごそうぜ。頑張った分の充電期間や。わあ。はい、お次のお便り。わわ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 わ
をたくさん。ありがとうございます。今日は私の悩みを聞いてほしくて送りました。私は学生なんですが、なぜかよく喧嘩を売られるんです。友人にはただ無視すればいいと言われるんですが、相手が手を出してくるのでそうもいきません。そんなことで喧嘩するとなぜか私が勝ち、相手が負けます。怪我をするのも相手だけ。私はメガネが壊れてしまうので、出費の面で親に迷惑かけてしまいます。もう喧嘩をしたくないのですが、絡まれないためにはどうすればいいでしょうか。大丈夫、これ読んでいい。お便りだった。黒歴史として残っちゃわない？黒歴史だって歴史の一つ、ガチな内容の場合だってあるし、とりあえずトークしましょう。オッケー。でもなんでそんな絡まれんでやろ。ワンテッド。捕まえたら賞金が出る的な。凶悪犯じゃねえか。ほら、クルーネームが不運なお客さんだし、ズボンにシャツインしてバンダナ巻いて歩いてるから、なんか見た目的にちょっかいかけやすそうみたいな。でも無傷で相手やっつけんでんやろ。かなり筋肉質なボディやったりするんとちゃうん。ワイルド。筋肉なくても技術でうなしたりできるし、カウンター技がすっごい得意とか。なるほどね。ところでメガネってそんな毎回壊れるもんなん？ほら、鼻に当てるとこ細いし。多分相手の拳をギリギリで避けた時に擦って落っこちて、そのまま踏んづけちゃったりするんじゃない？ゴワース。本題が絡まれないようにするにはだけど、なんかある？まあ人の多いとこ歩くとか、ラッシュアワー、キリタン砲で空飛んで帰宅するとかおすすめ。ふわふわ。疑問なんやけど、相手が急に手出してくんねんな。それってなんでなん？その原因をどうにかできればええ気がするで。喧嘩上等みたいな書いてあるシャツ着てへん？キノコのヤマハとか書いてませんか？夏木かりんが俺の嫁とか書いてても反感買いそう。あれ、そもそも同じ人に絡まれてるのかな。チャレンジャーやんけ、毎回無傷で語れてんねんぞ。そっか。なんだか話がどちらかってきたので、鼻に当てる部分もフレームの一部になってる太縁メガネあるし、多少曲げても大丈夫なスポーツタイプのフレームもあるから、そういうメガネなら壊れにくいよ。ハグウザはメガネメーカーや。はい、いいですかね。大喜利のコーナー、イエイイエイ。まずは前回のおさらい。ボイロ投稿者が1年経つとどうなる？脳内でボイロが自我を持ち始める。小説とか漫画書いてる人そうだって言うよね。細かい部分まで性格とか言動のパターンとか決まってくるからね。勝手におしゃべりするよう楽しいよ。マスターと呼んでたのがあなたになってる。おお、そういう関係性の投稿者か。社債税に多そう。リッカちゃん、ボイロ社債税のマスターはヘタレばっかなんだよ。あ、そうなの。ボイロとの年の差がまた開く。今回のお題の発表だぜ。合成音声の歴史もそれなりに長くなってきました。そうなると数年前のゲームをレトロゲームと呼ぶように、レトロボイロ、レトロチェビオなんて呼ばれる日が来るかもしれません。ではズバリ、レトロ合成音声の特徴といえば、頭しかない。なんで二人で解説動画やってる。声優が不明。
まあ私たちに中の人なんていないけどね。うちらはうちらやで。わあ。回答をなっしゃーす。エンディング。食欲の秋いうことでクルーネーム夢大のヤルクリーさんやで。ありがとうございます。夏に親戚からスイカをいただいたので、ネットで調べたレシピを参考にしてスイカとトマトの冷製カッペリーニを作りました。ほう。我が家は基本スイカはそのまま食べるし、冷製パスタはそんなに食べないのですが、なんとこれが好評でした。ということでスイカ料理やって。スイカとトマトの冷製カッペリーニ合うんだね。パスタ、トマトの酸味も程よく混ざって実は相性いいのかも。わお。スイカ料理食べたことある人いる？食べたことはないけど、漬物にしてる人ならいたな。あー、漬物か。やっぱスイカってしょっぱいのと合うんかね。普通に食べる時もお塩かけたりするしね。普段あんまり使わない食材でお料理してみるのも新しい発見があって楽しいかもね。え、ってことでアマゾンでワニ肉売ってるんだけど、もっと身近なものにして。ほんならおしまいの時間やで。お相手は東北キリタンと小春立花と木更木ついなとフラワー明かりそうでした。皆様ご乗車ありがとうございました。